はい、今回はプレイステーション4のゲームをリモートプレイで、まあね、MacBook Pro で映しています。MacBook Pro でリモートプレイしているっていう動画を撮ろうと思います。で、今ね、実際にプレイ中になります。はい。で、今動かしているのがね、プレイステーション4のデュアルショック4を使って、デッドバイデライト動かしてみています。でね、まあ、詳しい内容に関しては、後ほど説明しようと思うんですけれど、かなりね、ラグ等々が少なくてかなりです。自分はね、いろんな端末等々でね、リモートプレイやってきているんですけれど、今のところね、多分、今までリモートプレイやった中で、MacBook Pro でリモートプレイ、これがね、今までで一番、質も高くて、いいと思います。画像ももちろんね、MacBook Pro の画像なので、かなり綺麗になります。はい。で、まあね、ちょっと、戦闘しながらお話していこうかと思うんですけれど、まあね、画面越しで画面見てるので、申し訳ないけどね、ちょっと戦闘にはなら、ゲームに結構ならないかもしれないです。でもこれはね、自分で遊ぶ場合に関してはもちろん、画面、今ね、iPhone 7 Plus で録画しながらゲームしてるので、そのね、7 Plus の画面でやっているので、こういう感じになっちゃうんですけれど、普通にやってればね、普通に遊べると思います。まあ、こんな感じでね、逃げてるサバイバーを追うことも問題なくできます。こうやってね、行使とか、まあ、マイケルさんっていうキャラ使ってるんですけれど、こうやってね、凝視することもできるんですけど、まあ、いかんせんね、ちょっと画面2画面なんで、すげえ見にくいんで、ちょっとね、捉えるのが難しい。もうこうやって壁ぐるぐるされちゃうとね、逃げられちゃうと、普段だったらね、捕まえること可能なんですけど、かなり無理があります。まあ、向こうはね、多分いい気分で逃げてると思います。私うまいみたいな感じで、ね、逃げてると思うんですけれど、まあ、向こうはね、知らないんでね、こういう状態でやってるっていうのを。まあ、いいと思います。まあ、こっちもね、録画させてもらってて申し訳ないんですけどね。こういう感じで。あ、もう相手もね。あ、こいつ何もしてこないのかなって感じでしたね。はい。まあ、どうでしょうか。安物のね、前回やった、Windows パソコン、ドンキさんが販売してる、ドンキさんのね、激安 PC、ノートタブレットね。で、試した時にもう、それでもリモートプレイ試したんだけどね、その時はね、もうカクカクすぎてね、ちょっとゲームにならないなって感じではあったんだけど、どうでしょうか。これ、普通にプレイステ4で遊ぶのでね、そんな大差なくできていると思います。もちろん、多少の差はあるとは思うんですけれど、デッドバイデライト、もともと PVP かなって感じで、プレイヤー対プレイヤー、CPU とかじゃなくてね、ネットワークを通じて遊んでるゲームなので、そのネットワークのね、強さ等々によって、もともとのラグ等が出てきちゃったりするゲームではあるので、このレベルであれば、普通にね、何の問題もなく遊べる状態だと思います。まあ、気持ちね、多少の遅延はあるのかもしれないんだけど、ほとんど感じないですね。はい。まあ、こんな感じで、とりあえず、MacBook Pro でのね、動作の方を見させていただいたんですけど、ここからはね、じゃあちょっとね、リモートプレイの説明をさせていただこうと思います。で、リモートプレイなんですけれど、PlayStation 4で遊べるゲームっていうのを、まあ、その通りですよね、リモートプレイっていうんで、どこでも好きなところで、パソコンだったりとかに、こう、画面を映して遊べるよっていうシステムになります。はい。で、一応公式でね、公式でリモートプレイができるっていうのは、MacBook Pro、てかまあ MacBook ね、Mac 系と Windows のパソコン。あとは、ソニーさんが出してるね、Xperia。こちらの端末でリモートプレイができるようになっています。で、一応ね、自分はその他にも iPhone だったり iPad、iOS 端末でできるリモートプレイができるね、Rplay っていうアプリを使ってのリモートプレイ紹介しているんですけれど、今回は公式でね、配布されている、一応検索のね、検索エンジンで、プレイステ4リモートプレイっていう風に検索してもらうと出てくる、リモートプレイのアプリを使って、やっています。一応ね、無料で遊ぶことができます。MacBook Pro だったり、MacBook 持っていれば、無料でね、ダウンロードして、リモートプレイを使うことができます。ただし、このね、動画を撮ると毎回質問されるんですけれど、プレイステーション4を持ってなくてもリモートプレイできるんですかっていう風に聞かれるんですけど、残念ながら持っていないと、プレイステーション4を持っていないとリモートプレイできません。せっかくなんで一人ぐらい切りたい気もするんだけど、ちょっとね、画面越し画面だとね、結構ね、このゲームってサバイバー、お、切れましたね。見にくいですよね、サバイバーがね。まあ、一人ぐらい吊るしておきますからね、記念にね。はい。吊るしておきますと。君は吊るされてくださいと。こういう感じで吊るせるんですけれど。
ないかな。うん。で、まあまあ、いいか。はい。こういう感じで普通に遊べるんですけど、プレイステーション4なくても遊べるのって質問をいただくことがあるんですけど、残念ながらプレイステーション4を持っていないとリモートプレイの方はできません。で、プレイステーション4であくまで、処理をしたものを、まあ、こういう MacBook だったりとかね、Windows でリモートプレイで遊べるよって状況になりますので、まあ、プレイステーション4があるのは大前提になります。あと、これあくまでね、ネットを通じてプレイステーション4の画像を持ってきています。Bluetooth とかね、そういうので、こちらの方に移しているのではなくて、あくまでネットワークを通じて、こちらの方にプレイステーション4で処理したのを移しているので、ネットワークがないと遊ぶことができません。まあ一応ね、有線で繋ぐことも可能なんですけれど、基本的にはね、無線で繋ぐことになると思います。で、その点の注意点としては、一応ね、プレイステーション4に関しては、有線で繋ぐことをお勧めしています。プレイステーション4がね、もともとネットワークが弱いと、きついです、リモートプレイするの。なので、プレイステーション4と、まず、プレイステーション4のネットワーク自体を強くするために有線で繋ぐっていうのと、MacBook が受ける時のネットワークに関しては、5GB 帯をお勧めしています。うん。なんかね、2.4GB 帯と 5GB 帯っていうのがあったりするんですけれど、パソコンでね、ネットワークやってると。基本的には、5GB 帯でやることによって、ちょっとネットワークが安定するので、それでやるのが前提になってます。で、あくまで今、自分がやってるのもね、当然なんですけれど、かも画面。うん。当然になるんですけれど、5GB 帯と、ちょっとこの辺に置いて。はい、5GB 帯で遊んでいます。その結果で、まあこんな感じです。ぬるぬるですね。まあある程度ね。はい。エンティティは不機嫌。前もちょっとね、戦闘ほぼしてなかったんで、こういう感じになってしまったんですけれど、今までね、いろいろな端末でリモートプレイをやってきたんですけど、やっぱね、今のところ MacBook であるのが一番だと思います。で、多分自分今ね、デスクトップとかも持ってるんですけど、グラボも積んでるデスクトップ。こっちの方がね、もっと快適にできるとは思うんですけれど、Mac までね、グラボとかも積んでいなくて、普通にどこでも持ち歩きできる MacBook Pro さんで、こんだけね、スムーズに動くっていうのはね、いいんだなと思います。なんで、これさえあれば、ダウンロードしていけばね、そういうこと外で、うん、家に帰れない状態でね、外で、まあ、ちょっと遊びたいなって時でも、MacBook Pro だったら、まあ、普通に遊ぶことできると思います。こう、PVP のね、ゲームでもこうやって遊べるので、うん、それ以外の、まあ普通のね CPU と遊ぶゲームだったり RPG とかだったらかなりね快適に遊べるんじゃないかなと思います。ただ欠点としてなんですけど注意点として、これ今 MacBook Pro さんで遊んでるんですけれど、これがねアプリになります。アプリっていうかまあアプリでいいんだよね。公式で配布されているものなんで検索でねプレステ4リモートプレイって検索するとすぐに見つかるものになるんですけど、こちらの方をダウンロードしてプレイステーションPSN のね、アカウントにログインすることで、簡単にリモートプレイっていうのがやることができるんですけれど、その際に、これ今ね、デュアルショック4なんだけど、デュアルショック4の認証があります。で、それをする際に、こちらですね、ここに注目なんですけれど、基本的に、マイクロ USB ね、こうやって繋いでると思うんだけど、こうマイクロ USB ね、繋いでると思うんだけど、これって結構、ただの USB ですね。昔ながらの USB の端子でなってるものが多いと思うんですよ。なんですけど、残念ながら MacBook Pro、今これ2017年モデルなんですけど、だったりとか多分1個前のモデルぐらいから Type-C ってものしかなくなっています。なので、USB のタイプのこの充電器を使ってる人にとっては、直接 MacBook Pro に挿すことができません。なので、この Type-C に、ね、変換するアダプターっていうのが必要になります。はい。自分の動画見てね、MacBook 持ってる方が、お、じゃあちょっとね、自分もね、リモートプレイで遊ぼうかなと思って、簡単にダウンロードができるんでね、設定が終わってやろうかなと思った瞬間に、あれっつって、多分、コントローラーとね、接続してくれっていうのが出てくるので、出てきた際に遊べなくなってしまうので、まあね、この、アダプターのやつ、Type-C に変換するやつ、今後もね、多分 Type-C の規格のものはいっぱい出てくると思うし、Mac に対、関しては基本的にね今後出てくるものに関しては USB っていうのを搭載しないで Type-C のものがほとんどになってくると思います。多分ね、なんか iPhone とかもねもしかしたら Type-C になるんじゃないかって言われてるぐらいなので Type-C の規格になってくると思うので、まあ1000円もしないで買えるもんなんでね、この機会にこれ買ってみるのもいいと思います。はい。まあそんな感じでね、前回はまあだいぶ前になるんだけどね、まあそれのリンクも貼っていこうと思うんですけれど、ちょっとね安めの
2万円とかしかしないね、ノートパソコンでリモートプレイして、まあちょっと無理だなっていう感じではあったんですけど、やっぱ、ちゃんとね、スペックさえしっかりしていれば、のパソコンでのね、リモートプレイは快適に遊べるんだなっていうのが、今回ね、MacBook Pro で実際試してみて分かりました。まだね、Windows のスペックが高いもので試していないので、もしかしたら、Windows 系ではね、厳しかったりする場合もあったりするかもしれないんだけど、実際ね、キャプチャーボードって言って、プレステ4のね、ゲームをキャプチャーして録画する、そういう端末があるんだけど、それでね、端末で試した時には、Windows のね、パソコンでやるよりも、Mac でやった方が、明らかにね、画像も良くて、遅延もなく遊ぶことができたので、Mac のがね、その辺優れてる部分もあるかもしれないので、今回のね、リモートプレイに関しても、もしかしたら Windows 系に関しては、もうちょっと悪い部分あるかもしれないんだけど、とりあえずね、MacBook だったりと Mac 系でリモートプレイする分にはかなりね、快適に遊べると思います。ただね、その際には先ほど言った通り、プレイステ4を有線で繋ぐだったりとか、ネットワークがしっかりしたところでやるっていうのが大事になってくるので、まあ、そこがね、しっかりしていないと、きついと思います。もう必ずね、それに関しては自分こういう動画を上げると、カクカクで動かないんですよって来るんですけど、まあもうそれはね、仕方ないかもしれないです。もう設定とか以前に、もうネットワークを強くするしかないと思いますので、まあそこはご了承くださいということで、まあ今回ね、こんな感じで終わろうと思います。今後もいろいろなガジェット関係の動画だったりとか、ここ最近はね、ゲーム実況に力を入れていって楽しくてね、ゲーム実況、もう今ね、表示しているデッドバイデイライトに関しても、もうここ最近毎日のようにね、アップしていますので、ライブ、YouTube ライブでやっていますので、よろしければね、そちらのも見に来ていただけると嬉しいです。そんな感じで、最後になりますが、よろしければチャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いいたします。今回も動画の最後まで見ていただいてありがとうございました。